はい、とりあえず今日からね、パズドラ DS やっていきます。まあ自分はね、パズドラ、まあ、携帯でちょっとやってたけど、あんまりね、自分パズ、あのね、パズル系が苦手なんで、やったことないので、まあ、昔やってたんですけど、ラスボスが倒せず終わったんだよね。だから、ラスボスを倒せるように、まあ初めからやっていきます。はい、ほらいいや。昔のやつか。昔じゃねえか。誰かのやつだ。はい、ナムシック。キンクじゃねえ。なぜキンク。はい。さあ。昔ね。最近買ったんですけどね、また。マジで面白いっすね。面白そうだったんで、久しぶりに。ドラクメシアタイク。懐かしいな。ドラゴンテイマ。ドラゴンテイマ。なんか懐かしいな、マジで。10年ぶり？ここね。学生の時やってて、できなかったな。お母さん。友達か。こんな感じ？なんだこれ。なんだこれ。こんな感じだっけ？覚えてな。絶対覚えてな。おはようってことで、今日はドラゴンテーマの試験何それ？パズドラ、パズドラじゃなくて。パズドラってやるのよ。はい、いきます。こんな感じだったっけ。こんな感じか。なんだこれ。めっちゃ筋肉マッチョ。こいつが友達かよ。もう両方なんか濃い。全然差が激しいな。温度差が激しすぎる。さあ行こうか。この二人友達。本当に温度差が違うすぎて友達なのか、こいつは。自分で行かないって、一緒についていくって。温度差が激しすぎてやべえな。さあ、レンジャー本部。はい、隊長。熱がこもりすぎやなんて。はい、 D ギア。なんだこれ。こんな感じだっけ。全然違うな。パス D ギアって。こんな感じだった。あ、これマジで懐かしい。これさ、 D ギア。ここに関してはめっちゃかっこいいよね。あ、来た。メラゴ最後重い。え、全部くれんのこれ。え、全部くれんのこれ。はい、めっちゃいい。全部押してくれんじゃん。全部押してくれんの早すぎ。はい、友永博士。こんなやつだっけ。こんなやついた。まあね、裏、そう、表を勝たなくてやめたんだよね、昔の時は。それはちょっとセーブス。やっていいんだ。さすが DS って感じじゃない。メラゴンでしょ。普通、男だったら炎を選ぶでしょ。一匹？
あ、今日。オメラゴンや。これ懐かしい。え、全部いけんのこれ。あ、なんだ、全部いけんのこれ。ザブ。考えて損したわ。全部いけたわ。いや、モリゴン、差が激すぎだろ。2匹との差が激しいな、モリゴン。こいつだけなんかちっちゃいね。ドラゴンって感じがしない。あと、光って闇もいるもんね。言っちゃったよ。なんだろう。デレデレやん。この博士。先に言われてどうすんだお前。博士のくせに先に言われてどうすんだよ。あ、これやらなきゃいけないっけ。これね、ちょっとしっかり考えていかないと。はい。でもやっぱり楽しいね。パズドラって何気たま、何気ね、弱い方、最初の方が楽しいかもしれない。そっから強くなっていく。そういうことできる。VR マジで。はい。ドラゴンテーマ試験。しっかり試験会あるっていうのがいい。試験用なんだね。やだし。はい。はい。あんま変わらん。音楽はこうなんだね。はい、これ。はい。じゃあ。あ、まあ、びっくりした。はい。これ、マジすごいと思う。はい。これね、はい。はい。こいつ。これはもうわかるからね。え、そんな行く？はい。懐かしい。炎にならなかったし。炎になったかと思った。DNA 自体ね。懐かしい。アイドロップ。はい。これ全部だよ。おほう。一匹もならん。何年かい。あ、うまっ。くそ、めっちゃうまいね、現地。スキル、はい。はい。スキル。これブレス。いけ。きゃー。いいね。いいじゃないか。あ、これ使えるわけだ。あ、めっちゃいい。来たよ。ちょっと一人じゃなきゃいけないんだよ。はいや全然考えしてなかった。余裕なかった。でも6か。これでも6いくか。あ、マジか。いや、意外と食らう。あ、いや。意外と難しい。クリア。ナイス。意外と。やった。よし。テーマーカー。あ、ポケモンでいうやつなんかか。やっぱりか、ポケモンの、ポケモンカードに。え？はい。いや、タイディだ。タイディもいいや。ホーラーエリア、来た。こっからか。進化できない。
ここなんだ。あ、入れるといい。進化もいいよな。まだ見てないですか、ね、勝手に移動しな、勝手に進まんわ。最後か。かわいい。何だっけ、名前が出てこない。いいね。怖っ。めっちゃ怖い。バカにしたから怒った。ドラゴンか。ウサギじゃなくてドラゴンです。そう、耳がそう見えるみたいな。何だっけ、ドラ。何だっけ、跳ねんかい。早くこいつ。どこが筋肉やねん。かわいそうすぎん。あー、もういいやばしいけど。上腕、そうだ、上腕二頭筋なんだ。あれ、好きになるねよ。絶対シロップだ。いや、誰が上腕二頭筋で決めるやん。え、名前変えるやろ、こうやって。上腕二頭筋やったらめっちゃ面白いな、これ。名前変わりねえんだ、これ。チョコレート。シロップやな。名前を変えないのはちょっと見せない。もっといい名前あっただろ。縄文的にでもよかったね。南ね、オッケー。もうほら少し行って終わるか。行こうか。12だったんだ。こっちから出れるか。さあ行こうか。何？ああ、いい？一回戻ろう。進むんじゃなく一回戻るってか。なんだよ。大丈夫です。あ、来た来てた。そうです。シロップ。いや、優しすぎね。そんなすぐ受け入れていいんですか？それ何なの？なんか荒れてる。大丈夫か。すげえ。めっちゃ分かれたし。こいつ世界を壊す誰だ。なんだこいつ。やばそうだ。めっちゃ分けたね。やば。パラドックス。パラドックス。組織で。さ、早く進まないと。ジグゾーボット。すごいな、これ。
ゃなんか切断されてない。はい。あ、やっぱ穴開いて。早くやりたいんだけど。うん。スカイピース。ああ。はい。そういうこと？それはどうやん？勇気の迷宮。あっちかか。お、みんなで行くか？みんなで行きますか。さ、みんな行こう。ここか。さ、ここだ。そう、そんな古代文字か。すげえな。何でもいけるやん。エルイラ・ラブゼルグレアデオ・オミニフ。ただただ適当に読むってだけじゃない。古代文字読めるって普通、何歳だよ。普通に読んです。いや、200歳ぐらい。それ何なの？いや、もう話聞いてるでしょ。これ嫌だったら面白い。ごめんなさい。勝手に連れて帰ると嫌だってしたね。よし、今回はここで終わりましょうかね。まあ次回はまた進んでいきます。先行くな。お、助っ人だって、お、マジで。では今回はここで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。